鹿児島は今日は暖かくていい天気に恵まれています。今日は鹿児島中央駅から5分のところにある炭火焼き地鶏の源さんにお邪魔します。ここはテイクアウト専門店で新鮮な地鶏が安くて美味しい人気店です。ここが地鶏の源さんですね。昨日食べて美味しくて、近所の人に聞くとここはすごく美味しいということで、ちょっとだけ様子を伺いしようかな。炭火焼き地鶏の源さんです。テイクアウト専門の鶏屋さんで、安くて美味しくて近所評判ですよ。入らせてもらいます。こんにちは。ここのね、宿の人に教えてもらって、この刺身もね、つまみでうまかってね、300円の刺身もありましてね、500円300円、すごいな。あ、それね、桃刺身っていうのもあるんですね。ちょっとほのかに焼いてるような感じな。手羽皮とかレバー、鶏レバーって美味しそうだな。これ焼き鳥屋行くと高いよね、鶏レバー。こんだけで1000円ぐらいするけど、ここ300円ですね。源さんのところは300円。砂ずりも、うまそうやな。もう新鮮な色してますね、みんな。こんな唐揚げも置いて、結構とりあえず有名なお店らしいです。テイクアウトで。店長さん、ありがとうございました。じゃあどうもありがとうございました。はい、地鶏の源ちゃんから買ってきました。これ500円ですよね。結構安いよね、これ。なんか昨日は、刺身を食べたんですけど、